石巻ってことでロックロールずっとじーやっぱりあいつは悪いやっぱりあいつは悪いっていう結果右側がダメってこと結果右側がダメだねやっぱ右側がダメだねそこで夜釣りを結構しようかというところなんですけども、はい、手前の方からマキちゃんそしてスミスミそして一番奥が逆光逆光あなた言ってますねどんこで す, こです夜釣り成功マキシ釣れましたデレ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 サバちゃんはい、はい、捧げましたデデ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 サバタイムもうここまで行くと男どもはめんどくさい女といえども餌ぐらいつけろというドラゴンポーズの冷たい洗礼もうね何匹釣る気だってねもうね鯖神様って呼ばれるよ。もう鯖神様。うん。鯖神様がーっつって。ちょっと待って。鯖神様がおらしいじゃんっつって。すぐだ。いや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 。ちょっと待ってよ。飲み込んでますね。めっちゃ食ってんな。うん。すんごい口開いてくれるけどねこの子。うん。普通に取っちゃったけど。はい、というわけで、私の影武者、スミスミが持っててくださっている、はい、どうでございます。パチキが釣ったんですが、何これ、これは何だろう、ちょっとこれ何、触って大丈夫系か分かんないね。ハゼじゃない、ハゼなのかな。で、ポチャンで、あ、もうサバがみんな死んじゃう。何なんでしょう、これ。ちなみにですね、サバがですね、さっきからもう回す気なくて、バグ釣り中、バグ釣り、バグ釣りしてまして、わかんねっす。何匹釣ったかわかんないっす。わかんねっすもん。重なりすぎててわかんねっすもん。そんな状態でございます。はい。あら。あら。もうマキちゃんには、スペシャルバリを作ってあげるよ。メバル行きました。メバルでかい。メバル行きました。うわすげー、これメバルだよね。今影武者スミスミが僕の釣った竿を持って、ケイチさんやりましたね。やった感じだけ。スミスミの顔ぐらいある。顔ぐらいある。やりました。イエーイ、オッケー。というわけで、メバルをゲットしました。うわすげー。オッケーでございます。ありがとうございます。メバルできた。兄さん、船の下でした。すいません、ごめんなさい。船の下にがっつりいました。やつサバどころじゃないです。その下には大物がいますよ。サバははいはいってなりますから。うわ、やりました。でかやりました。さすがね、さすがね、ドラゴンポーズ、私たち二人、極めてきたときですね。極めてきました。初心者に負けねえぞと。でかー、これ。いいっすよ。イエーイ、超でかー。うわ海の洗礼を受けました。海の洗礼を受けましたね。イエーイ、はい、これ俺のよりでかいんじゃない。でかい、こいつ。うん、これ滑る。滑る。きた。オッケー。でかー、でかー、なにこれ。やりました。えいえいえ。というわけで、兄さんおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。あとはお二人ですよ。また出入りきます。オッケーです。じゃあまた呼んでください。皆様も呼んでください。釣りたい、頑張ろう。釣りたい。
えいえい、おー、はい、アニさん、映ってなかったです。でかくね、行きましょう。釣れた、釣れた、あげてあげてあげて、グイグイグイ、あ、どんこ、あ、違う、これなに、これは、これはメバルです。釣れた、これがメバルです、きっと。やる、はい、いや、すごい、いや、何か、いや、はい、なんだろうこれ、なんだろうこれ、もう大量すぎる。じゃあそんな感じで、おめでとうございました。はい、ラストにアニさんが、はいはい、やっぱゲイリーできました。これまたカサゴっすね。カサゴですね。カサゴか、ソイっすね。ソイっぽいね、カサゴもっといかついじゃん。そうだよね、カサゴもっと赤いしね、しかも、うん、そう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 、ライトあ、ごめんごめん、逆光にしてた。逆光がね、よりもーしとー、結構苦痛な時もあるんですよ。やりましたね、いいっすね。はい、というわけで、アニさん、もう一回、はい、ソイ、もう一発、はい、もう一発行ってきたいと思います。 OK です、はい、行ってきます、はい、というわけで今日のですね、はい、夜釣りの釣果なんですけども、はいはいはい、9時ぐらいから始めたの、9時過ぎ、9時半ぐらい、ね、約4時間半ぐらいですかね、やったんですけども、黙々と、本日の釣果、バッタン、うわー、こんなでございます。いや、めっちゃ釣れましたね。ドラゴンボウズにありえない数が、始まって以来の快挙ですよ、20匹、20匹です、ちょうどですね。こいつが最初に行った、ね、これなんでしょう、はい、ドンコ、ドンコですね、ドンコが始まり、ドンコから巻鯖が、巻鯖が大量に、巻鯖、巻鯖がね、はい、ね、これ何なんですかね、こっちでかかったですね。これ多分ソイか、やっぱり、うん、魚の名前が分からず釣っているっていうのが、うん、カットで、わかんないですよ、わかんないですよ、全部丸々使われてるんでしょうね。とりあえず、はい、この辺の色のやつらは、はい、煮つけたらうまそうなんで、はい、煮つけます、うん、そうですね、こいつらは塩焼きにするとうまいです。もちろんです、はい、去年これやりました。そうですね、やりましたよ、美味しかったんで、美味しかったですね。ちょっとこれを、はい、今日は、なぜか参加しなかった、はい、あの鈴野郎に、そう、鈴野郎にね、お土産として持っていこうかなと、ね、でもまあその代わりにですね、マキちゃんと、はい、はい、スミが、スミスミが、はい、頑張ってくれましたね、影武、僕の影武者としても頑張ってくれたんで、はい、そうですよ、そうですよ、一匹釣りましたから、一匹釣ったんで、次、スミにはあれですね、でかいの、そうですね、行ってもらいましょう、明日もありますし、はい、そうですね、これいいスタート切れました、はい、いいスタート切れました、はい、はい、ということで、今回は大勝利、大勝利、1日目大勝利、大勝利ですね、スペシャルだからまだまだ続きますから、そうですね、はい、じゃあ1日目大勝利でおめでとうございます、イエーイ、こんな感じでですね、我々が撮ったっていうか、ほぼマキちゃんが撮った、バーサーが、バーサーが、こんがりと塩焼きに、めっちゃ美味しいですよ、なっておりますね。でこちらの方ではですね、スミスミと兄が味付けをした、ほぼ兄ですよね、ほぼ兄ですけど、ほぼ兄です、魚の煮付けができておりますね。うまそうですね。いや、匂いがやばいね。おいにがやばいですね。おいにが追記ですね。おいにが追記です、ね。いや、いい感じで。はい、というわけで、どれで、こちら煮付け、及川さんがね、すずさんが行くということで。ああ、うわうわうわ。うわ、ふわふわじゃん。はい、はい、食レポですよ。食レポ。味付け俺です。味付け俺です。味付け俺。あれうわ、パンパース、パンパース、なんか漏れるの、ふわふわふわしてる、やばいっすか、噛めば噛むほどパンパース、いや、みんなも食事で、ちょっと、ちょっと、みんなで行きましょう、みんなで、おいしそう、いただきます、うわ、うん、まあ、美味しい。でもね、多分どんこもうまいと思うんですよ。どんこ、うわ、サバでしょ
仲間外れが一人いるな。サバでしょ。え、これが何サバでしょ。みんなに好きなやつ。わー、しょっぱくて美味しいな。サバ。わ、どんこはね、逆から言うんだろ。柔らかみが半端ない。どんこもないし、こっちも負けるな。どんこはこれだ。カルシウムが多いのはこっちですよ。サバサバした関係だね。サバだけに。こちら、いただきます。なにこれ。うまくないですか。なにこれ。うまくないっすか。何これサバの火じゃねえって。まあ味付けた俺、うん、そして煮付けた炭、うん、パンパス。そうですね、ほんとにやばいっす。しかもこれ3種類ぐらい入ってるから、パンパス。男性すごいね。ふわふわしてる。うまいっすよ。パンパス。とりあえずお前今日参加してねえから土下座だな。めっちゃいい。どげてねえけど。誰か締めてください。締めサバ。じゃあ最後に何か言ってくれ。新しいしめサバ。ありがとうございました。新しいしめサバ。ありがとうございました。どう思った今の。どう思った。今新しい朝が来たと思ったでしょ。今ほら朝が来たと思ったでしょ。それが締めでサバなんだからさ、すげえな。今ちょっとマキちゃんも納得いってないから、もう一回さん。そんなに二人でやんの。おらやびっくりだよ。腕を小さく回す運動。2、3、ディールね。2、大きく釣れたとき。2、3、4、5、6、7、8、横に逃げたとき。3、4、5、6、7、8、最後は玉の運動。はい、ゆっくりスキマーす。玉入れですね。ゆっくりスキマーす。玉入れですね。はい、縦の運動。たまいですね。はい、しめサバ。ありがとうございます。あ、それギリギリいけたな、はい、これでも未公開者に行くんだなこれ。まさかこんな船のところで釣りさせてもらっちゃって、ね、すいません。大きなカサゴが釣れました。カサゴじゃなかったか。ゾイか。トイカ、カサゴか分かんないけど、ね、これ何ですか。おお。おー、今からアナゴの購入式。すげー。炭素、炭素持ってるね。炭素、酸素、水入れて。これで生かしたくなる。なるほど。シーサーまで。なるほど。すごい。すげえ。これに生かしてんだ。すごいね。はい。兄、手伝っちゃって。手伝って。手伝って。何ですかこれ。何ですかね、これ。なんかすごいですね。すごい。うまい。もう少し引っ張った方がいい。超いっぱいいるよ。そのまま行くんだ。すげえいっぱいいるよ。いる。すげえ。すごいですね。うわ、すごい。すごい。すごい数だ。あ、これでもですか。すげー取れてんのかと思った。まさか、この時間、今、夜中の2時。2時です。こんな光景を目の当たりすると思いませんでした。いわゆる水揚げってやつですか。はい。すごいですね。
ドラゴンボール奇跡的な立ち合いに、やっぱりこの時間まで粘ってよかったと思います。持ってる、僕らは持ってる、持ってます、やりました。はい、ありがとうございました。またすぐ会えると思います。あ、そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。貴重な映像を。